林ヒロシの敵。はっみんなにも癖があるでしょ。鼻ほじる人ね、鼻くそ食べる人、みんな癖があるでしょ。鼻くそ食べてる、うん、僕にも癖がある、うん、見たい、見たかったら見たいって言うんだよ、うん、いい、心と顔と一致させるの、とっても大事なこと。でも子供はちょっと我慢してね、これはね、みんなをね、青い海の底に連れて行ってあげる、そういう道具なの。これをね、こうやって目につけるでしょ。そうすると不思議なことが起きるの。みんなね、ニモになっちゃうのよ。ちょっと見てみるか。うわあ、海の底だ。うわあ、ここは海の底だ。綺麗だな。見たい？じゃあ、うんじゃダメなのよ。見たかったら、見たいって言わなきゃ。言える？え、見たいの？見たくない？見たい。ダメよ、もっと大きな声で見たいって言うな。見たい。その時大事なことは、お腹の中にあるね、気持ちをブワーッと出しちゃうのな。先生のこと好きだったら好きって言えばいいのよな。あんただっていつか恋をするだろ。好きですくね、あいつに好きだったら好きって言えばいいのよ。分かった？よし。でも見せてあげないと、我慢しなさい。先生が見てあげるから。おー、綺麗だな。見たい？じゃあ、うんでダメよ。見たいってごらん。見たい。もっと浜松中に聞こえるようにいけダメよ。見たいってごらん。見たい。でも画面に我慢しなさい。人間我慢することが大事なのよ。これをつけるとね、世の中バッと明るくなるのよ。な、今暗いだろ？だいぶ明るくなったみたいなこと言ってるけどね、全然暗い。な、これで見るとね、バッと世界がね、明るくなるのよ。うわー、綺麗だな。見たい？見たい。あと見たい？見せてあげるかな。まあ我慢しなさい。これね、これで見るとね、みんなね、森の中に入ったみたいになっちゃうの。みんな人間でしょ。でもこれでつけてみるとね、リスさんやね、イノシシさんやタヌキさんがいるの。みんなそうなっちゃう。おお、みんなリスさんだ、タヌキさんだ。おお、綺麗だな、かわいいな。見たい？見たい。そんな声なんかで見せてやるか、お前。見たかったらいいか、見たいって言ってごらん。見たい。見たい。でももっとすごいのがある。これで見るとね、真っ赤っかの夕焼け空、わかる？今昼でしょ。これで見るとね、ものすごい綺麗な夕焼け空になっちゃうの。外を見たらね、びっくりするぐらい綺麗なの。見てみるか。おお、綺麗だな。うわ、素敵だな。見たい？見たい。見たい？まあ、我慢しなさい、子供は。これはね、大人が見るものだからね。おお、綺麗だな。もう今度海の底行くか。あ、この森の中だ。おお、綺麗だ。すごいな。これで見るとパッと明るくなるんだよ。いいんだよ。うおー、おー、綺麗だな。これで見るとね、海の中に行ったみたいになるの。海の中だぞ。わー、魚がいっぱい泳いでる。大きなクジラがいるぞ。イルカさんもいるぞ。おー、綺麗だな。泳いでるみたいだな。見たい？そうだ、あなたみたいに大きな声で見たかったの？見たいって言うのよ。悲しい時は悲しそうな顔する、大事なことなんだぞ。嬉しい時は嬉しそうな顔する。見たかったら見たいって言ってごらん。見たい。じゃあ、まあ一番声の大きい人に見せてあげるかな。こういうの見たい？見たい。何？見たい？そんな見たいだなんてダメよ。見たいってごらん。よし、じゃあ見たい人に見せてあげような。これをこう切るでしょ。まずこれが、ね、あの人で、これがあの人な。見たい？
やめるかなちょっと今日な。これ子供にはちょっともったいないね気もするんだよな。うん。痛い？すごい綺麗なんだぞ。じゃあ見せてやるか。痛い？ね。綺麗だ。すごい。じゃあ見せて。じゃあ君にこれあげるからね見てごらん。ね。あなたにはこれをあげるからね、取ってね、見てごらん、はい。あなたにはこれをあげるから見てごらん。あなたにはこれをあげるから見てごらん。あなたにはこれをあげるから見てごらん。綺麗だよ。わあ。はい。あなたにはあれ？黒ばっかだ。え？黒ばっか。あ、この中に入ってた。ほら。これが入ってた。ほら、遊んでんじゃなくて、幼児教育に入ってた。わぁ、常識の動機づけ。わぁ、真っ暗。動機づけ。その白い紙は使わない。これは使わない。これだって見えない。じゃあみんなさ、海の底行こうか。青いの出してごらん。青いのだぞ。これで見てごらん。それは森の中だ。青いの出してみろ。わあ、海だ。じゃあみんな海の中行くぞ。そう、青だぞ。わあ、見えないよ。見えない。青だよ。さあみんな森の中行くぞ。いいか。わあ。みんなはお魚だ。魚だぞな。お魚みたいですよ。じゃあ今度は森の中に行こう。森の中、今度はこの緑を見てください。緑だぞ。さあみんな森の中行くぞ。わあ、森の中だ。みんなは木の中にいるぞ。見えるか。よし、じゃあ真っ赤っかの夕焼けを見せてあげよう。じゃあ皆さん、真っ赤っかの夕焼けです。お空を見ると、向こうの空を見るとね、真っ赤っかに見えるんだよ。わー、真っ赤っかだ。電気見てごらん。ほら、真っ赤っかだね。夕焼けみたいでしょ。あら、真っ赤っかだね。じゃあ夜中暗いからパッと明るくしようね。これで見ると明るくなっちゃうのよ。どれ見てごらん。本当に明るいんだよ、これ不思議だよ。わあ、明るい顔だね、君たち。綺麗だね。やってごらん。綺麗でしょ。見えるか。明るいでしょ。ちょっと見てごらん。明るい。ついちゃった。なあ。ついちゃった。ついちゃったか。でもね、不思議なことがあるんだよ。今度ね、黄色とね、青を出してごらん。黄色と青だよ。黄色と青があるでしょ。それでね、この黄色と青をね、2枚重ねてごらん。緑だ。本当に緑になる？ちょっと確かめてほしいんで、黄色と青と重ねるとね、色が変わっちゃうんだよ。知ってる。何色になった？普通の緑。本当に？どうやってやるの？赤にならないか？赤にならない。緑だよ。緑になる？じゃあ黄色と青を合わせて電気見てごらん。ほら、色変わったでしょ。緑。嘘、本当に緑になった？緑。黄色とね、青と合わせるんだぞ。黒みたい。どうやってやるの？緑だよ。じゃあ見てごらん、合わせて。緑。これ横にやってみてごらん。緑。横にやって、そう。緑。さあ、で外を見てごらん。あれ？黄色と。緑。あ、緑になった。不思議でしょ。でもね、今度はね、青とね、赤と合わせてごらん。赤と、青と赤だよ。青と、そうすると何色になるかみんな調べてくれる？パーポーだ。パーポー。パーポー、OK、パーポーになる。あれ？紫。紫になった？